こんにちは、新代理メンバーの高橋です。今回も前回に引き続き古野さんとレノンさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。前回と同じようにこちらの本ですね、はい、こちらの古野さんの著書は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらも確認してみてください。ということで今回なんですけど、こちらのあなたを引き出す自己分析という本をもとに、ちょっといろいろ自己分析であったり、レノンさんにどういう会社が向いてるのかなっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということでレノンさん、今自分に合った会社とかがどういうところかなっていうのは分かっていますか？一切分かってないです一切分かってないです。自己分析一応はしたんですけども、はい、本当に答えのない分析になってしまいました。でその FFS 診断をね、事前に受けていただいたので、その結果というかちょっと見ていきましょうか。はい、レノンさんどういうタイプでしたか？酸性、便別性、受容性という因子が順番に並んでて、興味ある、面白いと思うことに対して積極的に動こうとする、できれば無駄なく合理的に行こうとする、そして身近な人とか友人とかそういう人たちを幸せにしてあげたいとか、なんか役に立つようなことをしたいとか、そういうことを思いやすい個性ですよね。どうですか？おっしゃる通りです。本当に。本の中でどういう、この本ではね、その宇宙兄弟の漫画とコラボしてるんですけども、登場人物でいうとカルロ、カルロルネ、ムッタがね月に行くんですけど、その時のジョーカーズのメンバーで、そのキザなイタリアね、イタリア出身で、お医者さんなんです。で有事で強いっていうね。だからここで、ね、俺は生まれ変わってまた俺になりたいねっていう、ちょっとキザっぽいセリフ。なりたいですか？生まれ変わったら僕は俺になりたいです。同じですね。その通りですね。はい、有事に強いので、だから留学して、アメリカのレストランとかカナダで、活躍してきたというのは、やっぱりこう有事、有事でちょっと頼られたら俺やるぜっていう、そんな感じかな。はい、そうです。そういう意味で、ある分その世の中の既存のルートに乗るというよりも何かを生み出したいとかいうところ、そういう仕事、キャリア感にはなりやすいのかなと思うんですよね。レノンさんのように自分のやりたいこととか分かんない学生が多いと思うんですよね。個性から言うとね、何やってもできるという個性、つまり最近言ったように、その誰かの真似をして踏襲していくという感じではなくて、自分しかできないことをやりたいという思いを持ちやすいので、何やってもいいんですけども、それだけに自分が心底を惚れるような、これやってみたいとか、これで世の中変えるんだという強いものを持てば強いんだけども、なければどっちでもいいっていう風になるので、結局こう夢追い続けて何も見つからない、なんか今そういう状態になってんのかな。本当にその状態ですね、今は。せっかくその海外行ってきたわけでしょ、でそこで見つけてきたものとかないの？特に拡散型っていうのは学び型が経験なんです。体験型経験を通じて概念化していく学び方になりやすいので、インプットっていうのはまず体験から出てくるんですよ。なんかなかった？なんか変えたい、変えたいなと思ったのは、やっぱし仕事に対する日本人の思いとやっぱ海外の人の思いが違うなと思ったのは、そこは一番僕の中で変えたいなと思いました。というのも、海外の人ってもう全て生き生きしながら仕事をしてはります。やっぱ日本の方でやっぱ社会人になるっていう印象で多いのが、会社に行かなければならない、就職しなければいけないっていうのが多いのかなっていうのが自分の中で大きかったので、そこを変えれたらいいなとは思ったんですけども、大きすぎてちょっと分かんなくなってしまったっていう。いやでもそれ重要よ。大きすぎるとかそんなんは、最初から全部変えようと思ったらでかいかもしれないけども、まず一歩、それが本当に強いパッションとして持ってるんであれば、そのためには、経験はいるよね、周辺の勉強しないとダメだよ、そういうストーリーの中で、企業なり業種なり業界なりを考える。そうですね、そういう方が合理性もあっていいかなというふうに思います。例えばそうするとどういう会社だと思う？
もっとワクワクできる働き方とか、うん、生き生きとできる職場でしょ、うん、ちょっと人材系になるんですか、うんうん、人材系もね、あのピンキリだからね今その就活の中でそういう企業ってエントリーしてるの？今エントリーしてるのはもう全く関係のないようなところですそういう発想はなかった？なかったですね、はい、今言われてからちょっとピンときたという感じです。一番自分が問題意識を持てるっていうのは、うん、だって自分自身がワクワクするでしょ。はい、だって問題を解決したいなと思ってて、自分がその仕事をできてればワクワクできるじゃないですか。もう私も拡散型っていう話があったじゃないですか、うんうん、はい、私もその自分がモヤモヤしたことを解決するためにじゃないと頑張れないんですよね、うん、拡散の人って動いてる時ってすごく、はい、そのひょうのようにバーッて回ってるんですよ、ね、はい、何もその動機がない時ってあの昼寝してるライオンって例えますよ。あ、本当にだからそういう意味で自分の課題、世の中でそれをビジネスにしてる会社も既にあれば、うん、そこで手伝って参加するっていうのもあるし、うん、まだないんだったら自分がやる、うん、そういう意味で昔よく言ったね、学びのために行く会社と稼ぐために行く会社っていうのを割り切る人もいるから、うん、今レノンさんで言うと学びのために、うん、そうですね、はい、行く会社、できるだけ今の自分の疑問とか課題意識に少し近づける、うん、もしくはそのための経験ができるような業界を選んだ方がワクワクできるんじゃないかなと思ってます、うん、探していきたいと思いますまずはその今の自分の疑問から出てきた解決したいこと、うん、それが明確であればあるほど強いから、うん、それを自分で言語化した、うん、紙に書いて、うん、ね、アメリカ留学したりとかアメリカとかカナダっていうと、なんであの人たちは元気にワクワク働いてんだろう、日本人はなぜだろう、で日本人がワクワク働ける職場、うん、環境を作りたい、書いておくから、書くって重要だって書いて見ておくから、はい、これは自己暗示だから、うん、で言語化する、書くって見ておくで、そうですね、うん、じゃあやりたいこと探すのではなくて、自分が課題に思ってることとか、はい、それがどういうふうに解決できるのかっていうのを考えて探していくのがいいかもしれないですね、企業ね、はい、うん、そうそう、あの多いですよ、やりたいことが見つからないという人は、うん、そういう学生を集めてほとんどがやりたいって書けないと、うん、だから世の中で評価の高い会社、うん、組合に入る、はいはいはい、でそうするとまさに競争の世界で、はい、それよりも明確に自分はこうですと、うん、主張を持った方が、うん、採用する側も分かりやすいし、うん、本人が先ほどの、ね、課題感が一番近しいんだよ、うん、ワクワク働くためにはやりたいこと、うん、はい、それを逆手に取ると疑問、うん、おかしいぞと思うものを解決する、うん、イコールやりたいと、うん、はい、そうですね、そういうアプローチで探しましょう。はい、ということで、あの2本目の相談の企画は以上になります。エレノさんどうでしたか？はい、自分自身も見てなかった業界っていうのが、うんうんうん、結構お話を聞いてて、あの明白化されてきたので、はい、これからちょっと一回その本を購入させていただいて、はい、あの自己分析を進めた上で、うん、もっと企業を見ていきたいなというふうに思います。そうですね、まだまだ多分機会はあると思うので、はい、これも就活頑張っていきましょう、はい、ということで古野さん、レノンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。